プロバナをお届けしております、今日学びについてのね、はい、いろんな話をしてますけど何話しますか？ちょっと休憩時間にいろいろ話しております、はい、ね、時間が大事っていう、猶予を与えることが大事っていう、これは多分3人でおそらく共通なんです、はい、物事には時間がまず流れていることが前提で、うん、ところが、まあ、よく言われる、これちょっと当たり前のことを言いますけど、まあ、今時間に追われて、何でもすぐ済まさないといけない時代になって、時間をある種お金に換算するような思考になっているわけです。だから急がないといけないしもったいないわけです。でそのせいで簡単に言うと学びは壊されている。これはね、なぜかというと学びは有時間行動だからです。有時間というのはあるという字ですよ。ある、あるなしのある。つまり時間で、まあ、時間がいくらでもかかるような、まあ、ものだということです。ところがこれを、もうすぐ答えが分からなくちゃいけなくて、まあ、もうすぐ答えがもう分かってすぐ分かるようになりなさい、すぐ結果を出しなさい、これよくありますよね。でこれになると、まあ、学びは発動しませんよって意味がある。そうです。だって考える時間は必要でしょ。例えば本当にいい問題だったら何日間かかけて考えりゃいいわけでしょ。そうですよ、そうですよ。少なくとも社会にある問題はそうなんですか、社会にある問題は多くは明日解決しないんですよ。だから知恵がある人がいろんなことを考えるわけです、ね、ああじゃないこうじゃない、福祉にしろ子どもの教育にしろ何でもそうですよ。それって結構有意義なんです、本当の姿ですよ、時間をかけて、ね、でそこに頭を使うという思考をするというのがあって、もうこう来たらこう返すみたいなね、よく言う反射神経みたいなものってあれは受験勉強でしか、ほぼ役に立たないという、試験の時にしか役に立たない、試験は意味があるのかもしれないですよ、資格取るとかね、パッとこう覚えてパッて、でちょっとそれと僕その資格の勉強と学びちょっと違うと思っているので、割り切れないところが、重要だと。でなんで無時間行動になっているかというのが、鍵になるのは消費です、もうこれ分かりきってます、だから消費と学びは基本まず相入れないわけです、消費は無時間行動じゃないといけないものなんです。例えばあなたがセブンイレブンに買い物に行きますと、500円持って弁当を買いますと、ところがレジのおばはんがトロ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 やって、全然商品渡してくれんと、ね、で3日かかったらどうしますか、弁当もらうので腐って食べれんでしょうね。これが消費です、つまり消費というのはできるだけ無時間行動の方がいいんです、だってそうでしょ、企業は時間がかかったら全部コストなんです、それは、お金に換算されるからです。それだけ人件費もかかればいろんなものお金かかってくるんですよ、だから企業はできるだけ無時間行動を進めようとするんです。これが消費の世界なんです。お客さんもそうなんです、だから早く買えないといけないし、それは便利なわけでしょ、だから僕らはスーパーじゃなくてコンビニに行ったりするわけです、お金で買うんです。ところが学びは全く別の問題なんです、だって前半に言いましたよね、やらないとわからないですから、わかります、ほとんどのものの消費というのは買う前にその効果がわかるんです。そうでしょ、あなたが冷蔵庫を買います、冷蔵庫は何の効果がありますか、完璧にわかるでしょ、絶対物を冷やしてくれて絶対物溶けないし、これしかも保証されるんですよ、絶対にですよ、で買わないですもんね、その凍らせられない冷蔵庫とか冷やせられない冷蔵庫とか買わないでしょ、ところが学びはそうじゃないです、学びはいつまでたっても学べないかもしれないんですよ、それが正解なんです、だってこれも前半言いましたよね、学ぶ時にしか学べないからです、それがちょうどいい時に来た時に、おおこれだって思うんです人間は。だからいろいろ学んでみて、時間がどんなにかかってもいいんです別に、だって分かんないんだもん、やってみないと、だから学びは無時間行動なんです、それの、ここを実はちゃんと切り分けていない
子たちがまあ学校に行っていると言えばいい、分かりやすいですよね。だから子供たちは、子供たちもそのノリで学校に行くので、例えば先生の授業はもうちょっと早くやってくれんかとかもっと俺らに分かるようになってくれとかっていうのは、彼らが消費者として学校に行ってるからです。分かりやすいでしょ、学ぼうと思って行ってるのとはちょっと違う、ね、ちょっと違うんですよ、ね、だから難しいんです。だからある種、まあ、家庭とか子供のところにも問題はもちろんあるんです。だからそれは先生が先生として機能しないというのは一つこれなんです。だって先生はそう思ってやってないですから、特に学校の先生そうでしょ、学校の先生が全部受験のために勉強を教えてないですよね、これは当たり前じゃないですか。日本の教育って多分そうなんですよ、やっぱりいろんなことを学んでほしいなと思って学校の先生は教育をなさっていると、ね、そうするとそこは子供は無駄か、無駄かなと思うようなことがいっぱいあるわけです。だって学びなんだから、それが普通なんです本当は。ところが僕らはすぐに結果を求める、もう大人がね、それはもう学校に行かせる親御さんですよ、大人の方がもう結果が出ないといけないで行くから、まあクレームみたいになるわけです。だからこれずれるんです。これ今ずれてるんです。ずれてますね、ずれてるんです。いろんな話がありますね、これキリがないですもん。ちょっと全然違う話しましょう。今日一個テーマ決めてあるんで、宿題は出さない方がいいのか出した方がいいのか、まず今どんな感じでその宿題が出てるのかっていうのを、さ、まずはテストの時、中学生のテスト習慣が分かりやすいんですけど、課題があるんですよね。ワークも出されていますと、まあ副教材みたいなんですね、でこれ問題集みたいなのをやって提出まで全部決まってるので、まあ、1週間前にテスト発表されて1週間の間それやって出しなさいと、終わり、これがテスト習慣で、これはまあさっき言ったみたいに、まあ、個人差もあるし、まあ、子供によっては一生懸命やってもそれで1週、もうそれ1回やって終わりみたいな、はいはい、間に合わないですよ、ね、間に合わないやらないといけないのでこれで終わりの子もいると、で普段は基本的には自学帳とか、まあ、先生のプリントとか、そういうので基本全部出てますね、平日はね、全部小学生も中学生もほぼ、全日出てますね、宿題が、ね、宿題な今日ないみたいな日はほぼないです、通常はないですね。で一番厄介なのは宿題とテストを連動させてるんですよ。そうですね、この春休みの宿題やらないと休み明けのテストができませんよっていう、特に高校生に顕著に現れてるんですけど、まあ、それがそのまま成績ですか、成績に連携してるみたいですね。だからやらないといけないということなんですよ。まあ点で出ますもん、点で出ます。そうするとあれですよね、結局そのなんか工夫をして、なんかどうすれば自分の能力が上がるのかとか、まあ例えば英語だったら英語力が上がるかとか、まあなんかそういうのをとか、まあ、自分の生活スタイルとかだったら、まあ、このタイミングでこれをやったらいいみたいな、このやり方でやった方が自分は合うとか、なんかそういうものを考える余地はなくなりますよね。なくなるというか、ないようにずっとやっていかせるかですよね、目的としては。そうしか見えない。つまりね、その例えば幼い子がいますと、10歳ぐらいの子があまり自分でもコントロールできないし、自分でうまく計画立てられないし、 やりたいようにできません。でそれを見てやらしたくなる大人が僕は問題なんだと思っていて、じゃあ全部やらしますってなって、じゃあ全部やらします。でそれを余地なくそのまま続けていって大人になる子たちのことを考えたことがあるんですかってことですね。だって自分で考える余地がほとんどなくなるんですよ、それをずっとできないからできないからってやらて、ね、押し付けてたら、だからそれが今起こっている現状かなと捉えてますけどね。そうだから、そうするとなんか自分で動き出すとか何か生み出すっていうことは、つまりしたことがない事態が生じる、事態も生じますね。ですよ、だって生じてるから世の中がもうその若い世代がすぐ仕事辞めるとか、何コピーと取ってっつって頼んでもコピーパッてコピーしてそこに置いてあるみた
乗ってこない、クリップいくらつけろよみたいなこともできないらしいですよ、まあ、よく聞くんですよ、うん、僕経営者の方がたくさん、うんね、知り合いいるんで、うん、あの直接いろんな経営者の方聞くんですよ、衝撃的ですよ、もうまさに何も考えたんですよ、言われたからやるって、あコピーいたしたらいいんでしょ、ボタン押してもらう、それしたけども、うん、でもその子たちを本当に生み出したいんですかってことですね、この宿題を持って、だから宿題ってすごい重要なんですよ、うん、実は。あの進学校とかもう膨大な、まあ、特に高校なんですけど膨大な宿題があってですね、どう考えても1日24時間やっても間に合わない ある、まあ、高校生に相談されてですね、あのじゃあ全部の課題を教えてください、教えてくれと僕に、でそれで作戦を立ててですね、もう全部は解けないと、解けないんだったら例えば100問あったら奇数だけやろうとか、もう全部は解けないんだったら戦略的にこう前の日は復習の日に当てようとかっていう打ち合わせをですね、まあ、先日じゃもう勝ち目がないんで、うん、戦略的にあの立ててですね、全部やらないと、もやらないという前提でやらないともうテストがもう白紙になってしまうんで、全部やろうとするとですね、で復習の日を絶対設けないとテストに 対抗できないんで、まあ、そこまでの戦略とか戦術をちゃんと小さいうちからなんか宿題やるときに教えとけばいいんですけど、全部やろうとしてしまうと無理なんですよ正直、大人でも例えば出してる学校の先生がその 5教科ですか、5教科の宿題を毎日あなたもやってくださいって言ってできるかどうかっていうのがものすごく疑問なんですよね。そうでしょうね。そうこれはね、多分出してる先生もできんでしょう、ね。できない。そこに入る、ね。各教科ごとにバラバラに出してるんですよ。うん、そうです。それが問題なんです。1教科だけじゃないですね。1教科200問だったとしたら、例えば他の教科理科とかも200問、他の教科も200問ぐらい出てるし、できないです。できないです。うん、そうですね、もう物理的に無理です。だから結構まずい状態なんです、この会を開いてるのはそういう理由があって、本当にちょっと想像ができないレベルになってきてるんです、この危機っていうのはね、なので本当にこれでいいのかなっていうのは、ちょっとみんなが考えないといけない、どちらかというとですよ、勉強をあまり指摘してない親御さんあんまり言いたくない、これ言いたくない、あんまり勉強なさってない親御さんちょっと勉強経験ちょっと一人ですね、親御さんは謝って、なんで宿題出ないんですかって言ってしまうんですよ。ところが勉強を結構やっている、今でもやっている大人の方は、別に宿題なくてもうちの子はやるから、または自分たちのやり方でやるから、逆にナイフが助かるって言われるんですよ、これ顕著でしょ、ね、ところが、学校はどちらを取るかです、一番問題がない方をどうしても取らざるを得ない、でそうすると、出さんよりは出した方が、これは何でもそうなんですよね、非難されにくい、なんとなく引き算より足し算の方がいいみたいなとこあるじゃないですか、非難されない方をどうしても選んじゃうので、これは本当にみんなの責任なんですよ、これ。だからこんなことになってるからね、宿題の話でさらに追加しますと、高校までで宿題が終わると思ったら大間違いで、今や大学に至っては宿題がさらに増えまして、特に工学部はもともと多かったんですけど、さらに増えまして、毎回毎週授業ごとにレポートとか出てですね、でこの前大学生の方に相談されたんですけど、僕は一体いつになったら勉強ができるんですかというふうな現状、国立大学でもそういう状況なんで、国立大学あまり言わないすぐ分かりますけど、日本で一番賢いと言われる2つの大学の先生に聞いたら、宿題なんで出してないよって、彼ら勝手にやるよっていうふうに言われたんで、やっぱそういうふうにならないと、そうなんですね、だから結局上がっていって上がっていけばいくほど、上の学年の先生方は思ってるよりできない、できないってなるから、やらすしかないという方法論しか持ってないしかまたそこにいるんで、やらすという、これが悪循環なんですよね。だからどこかで、やっぱり下の学年の先生方が、
さっきの時間の話じゃないですけど、待ってあげることができれば、うん、この子はまだこのぐらいしかできないけど、できるようになることの方が重要なんですよ。だからそれをやらせてあげる時間を取る、うんうん、宿題が計画通りできなくても別にいいじゃん、だってまだ小学生だから、例えばね、うん、だからそれがいつかできるようになるとこまで待ってあげる、うん、でそのような導きをする方が重要でしょうか、ね、うん、だってだから大学生困るわけですよね。すごい。で、あの理工系の場合はまだ救いがあるのは、大学4年からあの大学院に2年間行くんで、その間に研究、うん、何らかの研究やるんで、その中で今まで買ったものをいかにして使っていくかっていう場があるので、まだあの文系に比べれば理工系の場合の方はまだそう救いがあるんですよね、比較的活用する場合があるんですね。活用する場合が多いんで、でそのやったことがそのまま職業にあの活用、あの活用できるんで、理工系とか、うん、理工系とか、まあ、薬学も医学もそうなんですけど、うん、まあ、職業に直結してるんですね、うん、その分ではまだまだ、うん、まあ、やった分だけ、その与えられた課題の分だけ、うん、あの返ってくるっていうのは見えやすいと思うんですけど、うん、ただ本当はもっと早い段階からやったら、その子たちももっと高い出るんですよ。もっと高い出るんで、いきなりはできないってことですね。いきなりはできないです。いきなりできないです、うん、だからいきなりできない大人をたくさん作ったらダメなんですよ、うん、だって社会に出て困るし、みんなだから困ってるんですよ、あれ、うん、なんで今までと全然違うじゃんっていうことが、うん、子供たちが大人、ね、社会に出るときに、うん、これならもっと早く言っといてよってことが起きてるんですよ、うん、そうなりますね、かわいそうですよ。だから世の中を知らないといけないし、うん、しかも次の社会を知らないといけないし、うん、で、あとはやっぱ勉強の価値を僕は伝えていくことだけだと思ってるんですよ、うんうん、あの僕別にあの押し付けて勉強させることができないので、うん、体質的に、うん、だからもう別にその子が学んで、いつか学んで、うんうん、それを待つしか僕できないと思ってるんです、うん、あ、そうですね、ちょっとその瞬間で別に分かんなくてもいいですね。そうなんですよ。僕本当ね、僕ずっともうすごいもう何千人って生徒がいるんですけど、うん、あの50とか60になって初めて、あの時なんかあの先生が言ったことがなんか分かったってなったら僕それでいいんですよ、うん、または死ぬ間際とかに、あ、なんか勉強大事かもって言って死んでくれたらもういい。もうだって気づくか気づかないかっていうのがどれだけ大きな差か。だってそれが難しいんだもん、人間は。その学びってそのぐらい深くて、そのことに気づくことがとっても大変なんです。だからなんかそれでいいと思ってるんですよ。だから僕ができることは場を作ることを見つめてるけど、こういう場を作ること、今日もそうだし、しかできないので、あの、まあ、価値を伝える、ただ伝える、僕はいいと思うんだけどねって思う、あのそれを言うだけ、僕はいいと思うんだけどねっていうのをただ言ってるだけみたいなことしかできないと思ってるんですよ。でその時にあの、これ何かっていうとね、ちょっとテーマをいろいろ書き出してるんですけど、部活の話をちょっとしたかったんですよね、先ほどね。なんで、部活って主に中学生なんですけど、まあ、高校生も基本的に部活に入っちゃう、あ、入っちゃう、僕の時全然入ってなかったね、入っちゃうんで、ね、あのこの辺でその僕は価値のブレが起こっていると思っています、完全に、なのでね、あのそこは思うとこがありますよね、基本的には部活のために学校行ってるみたいになりやすいんですよね、これも今高校生がすごいうなずいてくれてますで、あの僕が重視しているのは、勉強が一番なんですっていうのだけはぶらさないでくださいねっていうのをよく思ってます、つまり結構しんどいわけですよ、勉強って、結構っていうかだいぶしんどいですね、しんどいですね、結構所詮しんどいですよ、でどっちにしろ別に好きなことでも一生懸命やった時しんどいんで、ね、なんでしんどいのが2番目3番目の価値になったらもうダメなんです、それはやらない、それは2人そうですよ、ね、2番目なんだということですよ、勉強はどんなにランキングが落ちても1位タイまでですよ、僕は、1位タイまでの価値でとどめてほしいんですよ、ところが部活がこういっちゃうと、はい、これ2位になるでしょ、部活1位になるでしょ、もうダメなんですよ、僕はダメだと思ってそれは、だって学校の先生そうじゃないでしょ、学校の先生は学びを教えたくて学校の先生になったでしょ、いくらなんでもそこはみんな共通であってほしいんですけど、その1位を先生がぶらしたらダメなんですよ、いろんなことで、それは一つスケジュールとかもそうだし、その先生方の学校での
なんていうかその全体の雰囲気とかその持っていく方向性ですよね、うん、例えば部活のためにテスト週間組まれるとかなあったらおかしいでしょ、うん、テスト週間の間に試合があるとかおかしいでしょ僕は順番のことを言ってるんですよ、うん、スポーツが大事じゃないとか、うん、じゃなくて、うんまあ、スポーツだけじゃないけどね、うん、吹奏楽とかもあるけど、うん、そういうことじゃなくて大人が見せる順番の話、うん、そうです。学校とはそういう場所でしょって、うん、ね。そうですね。そうですよね。それはそうですね。で、部活が危ないのはね、うん、新体制です。今、うん、なんでっていうかこれ話してないくらいだけど、うん、比較的命令型、強制型、軍隊型になってるんです。うんうんうん、それはお前らやれっていうやり方で子供たちを比較的権威で、うん、なるべく穏やかに言います。権威で、おとなしくさん、うんうん、おとなしくしていただくみたいな。そう、ね。そういう技が強いわけです。これは何かというと、これ軍隊なんです、うんうん。それは彼らがそう思ってなくても、それは軍隊の方法なんです、うんうん。軍隊というのは体から入るんです。必ず。うんうん、これは軍隊の統一をさせ方、当たり前なの、うんうん。で、しかも子供たちはまだ、抽象度の高い抽象空間に入ってません。情報空間のところが弱いので、うんうん、もっと物理的な空間の方が感じやすいです、うん、つまり原始的なわけで、つまり体を動かすとかの方が快感なんです、うん、脳が、うん、まだ未発達だから、うん、だって体できてないし育ってるんだから、うん、だからそこで操るのは簡単なんです、うん、最も簡単なものなんです、うん、だからそれを一番持ち出して、特にまあスポーツがね多いんで、うん、それを持ち出してそこでトレーニングをさせたいのは分かるけど、うん、それでも、まあ、もう中学生ぐらいになってきたら間違いなく物理空間から情報空間にの上手さに、そこのトレーニングに行かないといけない時なんです、うん、遅いのもやってることが、小学校までそんなことは、だから中学校に行った時にちゃんと情報空間の中で快感を味わえるようにしてあげてくださいねっていうのが勉強のやらないといけないから、先生のできるもん、僕はやってるわね、それを。だからその勉強を通じて彼らが何かやりきったとか一生懸命やったとか成功体験とかね、そういうことを、まあ、感じさせてあげることは十分できる。それは情報空間の中でもね、いわゆるその体を動かすとかじゃなくて、ね、ものを思考するとか考えるとかのところで、うん、おお、なんか楽しかったねとかっていうことは十分本当はいけるんです、うん、だからそれを持って僕は言ったんです、部活というのに、をコントロールする材料にしてはいけませんっていう話をね、うん、そう、まあなんとなくそういう雰囲気ありますよね。なんか先生の中でもなんか指導力のある先生は抑えが効く先生っていう、表現を使うんですけど、山口先生はもちろん教員免許を持ちなので、実際に中学校で入られてたりしたり、高校で一周を教えたりもありますけど、高校にも入られてるんですけど、抑えが効く先生っていうのはなんか褒め言葉みたいなね、なんかそういうなんかこの業界の中ではねそれはどうなのかなと思いますけど、つまり子供がなかなかコントロールできない時代になった時に、うんうん、この怖い先生が一番こうリーダーになるっていうね、まあ、昔もそうでした、ね、そうですね、うん、うちの父も先生でしたけど、部活の顧問も確かにやってまして、まあ、サッカーで県大制覇とかもやったんですけど、で父がすごいのは何がすごいかっていうと、テスト週間にサッカー部だけ集めて朝弁やらすんです。朝弁とか、うん、そういう補習をちゃんとやるんですよね。今の先生やらないと思うんですよ、ね、で例えば父がその高3の時に何がすごかったって言ったら、夕方の8時、夜12時ぐらいいつも帰ってくるんですけど、あ、中3か、中3を持った時、それまで学校に残して自分で勉強さすっていう環境を作ってですね、プリントを作ってですね、で冬休みを開放してですね、それをずっと毎日やって家であんまり姿見てないんですけど、でもっとすごいのはですね、中学卒業しますね、で高校生になってもその勉強したかったら、まあ、技術家庭科の教室先生だったんで、開放するからいつでも勉強してきなさいっていうふうな環境、勉強する環境を作ってくれてるんで、なんていうかそういう先生見てるから、部活だけの先生はちょっと大丈夫なのかなと時々思いますね、うん、結局ね、それがやっぱり僕はその先生は結局勉強は
絶対に2位にならないよ、ね、そうですね、うんうん、そうですね、絶対そうですね、うん、今でもあの私立中学で教えてますけど、勉強は1番、部活はまあ2番か 1.5 番ぐらいですね、うんうん、っていう考えですね。だから父が言ってたのは文武両道というか、まあ、部活も勉強もできない人間は将来的に伸びないっていうふうなことは言われてました。結局、まあ、どっちかに偏る人間はちょっと困ると、うんうん、そうですね、まあ、少なくとも僕が皆さんに言いたいのは、皆さんのお知り合いの中にプロのスポーツ選手になった方が果たして何人いらっしゃいますかってことです、ね、そうそうそう、これを本当に言いたい、そういうことなんですね。僕100人に1人もいないわけですから、はい、どう考えてもいないでしょ、100人に1人なんてなれないです、ね、で少なくともあれは体の才能が必要なんです、スポーツに関しては。これは本当に、これはお母さん産んでくれてありがとうの世界なんです、ね、ところが勉強の世界は本当はそうじゃないです。勉強とかビジネスの世界とか社会ってそうじゃないでしょ、うん、そんな別に学歴で年収決まってないし、うん、別に関係ないです、ね、関係ない関係ない何にどの方向でも誰にもチャンスがある、はい、社会だったらで、学びって誰にも平等なわけですよ、うん、だってみんな学ぶこと違うんだから、うんうん、いいチャンスだね、うん、だからそれはあの、うん、ちょっと本当に考えてほしいんですよね、うん、本当にそれがみんながスポーツ選手になることがこの世界の、うん、至上命令なんだったら従う僕もなんかほとんど100人中80人ぐらいがもうプロのスポーツ選手で、あとの人がなんか他の仕事みたいなんだったら僕ももうやった方がいいかなと思うけど、そこはあの間違えてはいけない。特に大人がなぜかって言ったら、最初に戻るけど、子供は身体性をコントロールされるので分かりません。一番気持ちがいいことに絶対なります。今の子たちは比較的部活は好きなんです。すげえなと思いますよね。僕なんかあの結構めんどくさいなって言いながら言ってたような気がするけど、うん、運動好きだったけど、うん、あの今の子は結構好き。それは好きな理由は、うん、まあ言ったら情報空間が伸びてないんです、うん、そしてまだ物理空間の方が肌感覚が強いので、どうしてもそっちの楽しみが深くなりやすいんです。当たり前でしょ、分かりやすいでしょ、うん、そうですね、だからそれを、ね、コントロールするのはやめてほしいなと僕は思っている。少なくとも最も 知的な仕事をしないといけない先生という人たちがそれを外したらもうほぼ存在にないでしょ。で、分からないかったらみんな勉強しましょうよと思う。僕はね、こう3人共通していて、僕があのお二人をこう先生としてここでやってもらっているのを一番の理由かもしれないのは、お二人が未だに学ぶ人たちだからなんです。これ非常に重要で、あの大人になったらなんかもう受験勉強もないし勉強せんでいいんでしょと思っている子がかなり多い。これかなり多いんですよ。でそれは絶対嘘なんで、うん、そういうこと言う大人は遠い昔からよく言われます。高校までは苦しいけど大学4年間はパラダイスだとあのよくそういう殺し文句といいますか、そういうのであの若者を勉強させようとさせますよ ね。だからそれが何でかって言ったら、まあ、僕ぐらいの世代はそれで済んだからですね。それで就職があった、ね、学校名だけあったら、それであとはまあ、大学も大して勉強しなくてよかったし、うん、あの就職別にできたし、学校名があったらっていうだけの世界だったんで、でももう今はそうじゃないんですよってことですね、はい、これ今がそうなんだったら別に僕この時間を使ってこんな話さなくていいんですよ、うん、とにかく今は重要なことは社会が違うんです、うん、まだ時間ありますか。あります、はい、どう違うかというと、これは、時代論で言うと、大きな時代の変革の真っただ中、どのぐらいの変革のレベルかというと、戦前と戦後、分かりますね、アメリカに負けた戦前と戦後、それからその前に戻ると、西南戦争の辺、もうちょっと前、明治政府ができると、まあ、西南戦争の辺ってそうなんです、まあ、およそ僕は70年周期の時代論を取っているので、70年で計算するとなんとそこに行くんです。それが2015年なんです、うん、あのよくある時代論の話で言うと2015年がその70年周期のそのポイントになっていて、うん、まさに戦前と戦後なんです、うん、でこれは何が起きているかというと、価値観が全く別のものになるんですよ、うん、このインパクトなんです、うん、
だから僕らの世代はもう戦後の言ったら同じなんですよ、感覚が。僕らの世代ってこう、あの体育の時は水飲むなの世界ですよ。で宿題忘れたら原骨ですよ。もうそんなん普通だもん。ところがあのこっから先はそれが変わるんですってことです。だから今までは延長戦だった、ずっと戦後の、それ良かったんですよ。だってそれで発展してきたわけだから。ところが戦前と戦後何が起きたかって言ったら、戦前はあの軍人になることが良かったんですよね、はい、軍人みんな目指して、賢い人は試験をして軍人になって、ところが軍人はその後犯罪者ですよ、その時代のインパクト分かります、この価値観の変革のインパクトを知らないまま教育も同じことをやってたらダメでしょ、そのインパクトなんですよ、明治維新で言ったらちょんまげがネクタイですよ、なんじゃこりゃ僕もうそのインパクトって すごいなと思うんですよ、ちょんまげしてる人見たらビビりますよ、引くでしょ今ですよね、あのこう絵とかでは見たことあるけど生で見たら引きますよ、なんかその頃ってその、まあ、多少の抵抗はあるにしろ割と早く順応したじゃないですか、そのシステムも人の心も、だけど今はあんまりなんか、ね、システムはこう対応して動かないような感じがするんですけど、それは思いますね。だからこれは、僕はちょっと一つの論で言うと、僕は日本人はとても学び上手な民族だと思ってるんですよ、元来。それがやっぱりその消費、まあ、すごく合理的な社会に、まあ、消費を中心とした、ね、に侵されて学びが下手になっていて、このそういう変革のところがあんまりうまく機能してないんじゃないかと思ってます、つまりあれは受け入れる力なんですよ、そうですね、だって日本人の受け入れる力どれぐらいすごいかって言ったら、神道ってあるでしょ、神様ですよ、神社のね、矢をよろずの神ですよ、矢をよろずの神さーってやってたところに仏様が入ってくる、あの聖徳太子のタイミングですよ、ありえないでしょ、だって矢をよろずの神がいるんだ俺は仏教は中国からですよ、その時中国から来たって言って、それをまあいいでしょうと、みんな仲良くやりましょう、聖徳太子はまあこれをやった人だって言われてるんですけど、これ受け入れる力なんですよね、まあいいでしょうって言ったんですよ、いいわけないじゃないですか、だってキリスト教とイスラム教を合体できないですよこの日本人の力ですよ、だから多分その江戸の時ってそうなんですよ、これができたのは、だって明らかにできてますよね、すごい凄まじいですよねこんなにパッと変われるもんなんだろうと思いますよね、だからやっぱりそうは僕は残念ながらある種その日本人の良かったことを失ったんだと思っています、やっぱりだからあれでしょ、あの新しいこと作るの苦手だけど、入ってくるものを改造してすごい製品を作るみたいな、すごい得意じゃないですか、元々、ね、それで発展してきたからやっぱそれはね、その学びの力なんですよ、それは受け入れる力だと僕は思います、だと思いますね、だからそ本当は学ぶことが重要 で, 重要です、ね、だからそのもう時間無時間のことばっかりになっていって、すぐ結果を求めてみたいなことをあんまりにも、あのやりすぎて麻痺しちゃっていて、あの昔の教育のみたいなことではもういかないんですってことですね、ただ少なくともそのいわゆる復古主義じゃないですけど、その昔にただ戻って昔のものがただいいっていうのでは人類は発展しないはずなんですよ、よく言われるのは発展の法則とは螺旋階段のように発展するっていうのがよく言われることで、螺旋階段のように物事を発展する、螺旋階段って何かというとぐるーっと一周してくるとそこに同じようなところに戻ってくるんですよ、わかりますね、360度ぐるーっと、ところが全く一緒じゃないんですよ、この階段は一段上に上がってるんですよ、だからこういうふうに多分発展するっていうのは一つもあるんで、あのなんかね、あのただ古いものをただやればいいっていうのはちょっと違うんじゃないかなと、で今で言ったら例えば勉強で言ったらちょっとデジタル的なところをあのやっぱり合わせて学んでいくっていうのは重要なんじゃないかなと思いますよね、それこそプログラミングが入ってくるっていうのは一つそうなんですよね、はい、入ってくるのはいいんですけど、まあ、基礎的な算数というかそういうのができないとあの本当のプログラミングができないんで、
と何をプログラミングしていいのか分からないんで、分からないですよ。それを考えることができるのかっていう問題。結局論理的思考というか、いろいろな本を読んだりとか、いろいろな人と話したりとか、リアルとバーチャルも一緒、まあ両方必要なんですけど、なんていうか、まあよく本田さんとも話すんですけど、リアルがない人たちが多いんで、いかに、まあ全部 LINE で済むじゃないですか、あのまあ大人も子供も含めて、それリアルをどうやって作っていくかっていうのがやっぱり大切だと思うんですよ。そういうのがないと本当のブレ、まあ、雑談の中からあのブレイクスルーとかよく生まれるんで、あの、まあ、企業の方と話すと、あの喫煙室がよくブレイクスルーの場になってるって言われる。そこで仕事が進むっていうふうに言われる。何らか休憩、ある瞬間休憩したところでみんなで話すっていう、そういう場がないというか、なんかちょっと余地みたいな。そうです、余地がないですね。あと、まあ、多分あれでしょうね、あの大人が学んでるっていう姿をどれだけ見れるかって関わってる。そうですね、それだから多分その勉強させたいと思う親とかね、あの先生とかは、なんか直接的にさせるよりも自分がなんか、まあ、その教科じゃなくてもいいでしょうけど、その勉強してたら少しね、子供が、あ、なんかさっきの話じゃないですけど、勉強がいいものなんじゃないかって思うんじゃないかな。そうですね、だから、まあ、さっきの、まあ、休みの間にも話出たんですけど、僕の家はだいたい一言も勉強しろとは言われたことないですね、で、あの、まあ、僕が結果最初に出たの20年くらい経って後なんですけど、それまで待ってくれましたし、やっぱり待つっていうのは大切ですし、あと食卓でですね、もうニュースのこととか、その政治とか経済の話とか、あの自然の話とかを親子で分からないなりに一緒に議論する、それがやっぱり学びのスタートだと思うんで、おそらくそれがあったから、あの興味関心が移れたと思うんで、小さいうちはやっぱり、あの例えば買い物ルートに本屋さんを入れるとか、そういうふうなちょっとした工夫ですね、あの知的なところにを通るようなルートで、でわざとですわざとそうすれば、ちょっと子供って関心持つじゃないですか、そういうふうにすると本を読み出すんじゃないかなと思うんですけど、そういうルートをわざと作る、必ずそこを通るっていうふうな、であと寝る前に何かやるとか、あの、まあ、面白いあの数学の先生がいらっしゃって、私は小さい頃から数学の問題を寝る前に一問解いてたと、で解かないと寝れなくなるというふうに自分を習慣づけるとそれが一番の勉強だっていう、だから勉強を勉強とするんじゃなくて、いかに習慣にしていくか、水を飲むとか空気を吸うとかっていう感覚にいかに落とし込む、落とし込むのが本当の勉強だっておっしゃってましたね。しかもこれが実は押し付けられてもできないんで、人それぞれみたいなところなんですよね。これやると分かるんですけど、多分僕ら3人とも違うんですよ、違います、ね、やり方が。それが本当の姿なんじゃないかなと思って、まあその学習のなんかどのぐらい進んだかによっても変わるじゃないですか。変わります、変わります。その初期段階でそのトレーニングが全然ダメだったけど、なんか5年やったからもう1回やったらその時はハマったとか、そういうこともあるし、そういうことがあります、うん、だからなんかそれをなんか自分が、あ、これ効くなみたいなのを選ぶ能力っていうのはやっぱりしばらく続けてないとやっぱりね、そうなんですね、られない。しかもそのこれをやれみたいな具体的なものがだんだん次々出る状態じゃなくて、もうちょっとこうね、時間的な猶予がある状態で自分で続けてないとなかなか分かんないじゃないでしょうかね。それがやっぱりその今の課題付けみたいな、この子供たちのところのまずさですよね、一番ね、そこは本当に迎えなくなっちゃう、きっとね、悪いのは、僕は悪いまま型がついてそれが型だと思ってしまうのが一番まずいんじゃないかと思っていて、そうですね、だそこにもやっぱり時間的なものが重要だっていうのが隠されてるんですよね、宿題もそうだし、なんかそれが全部パーフェクトじゃないといけなくて、大人が見た通りじゃないといけなくてって言われても子供ですから、または学びの段階が違いますから、しかも全員違いますから、違います、ね、
揃ってたらおかしいんですよ、うん、とは宿題の結果が揃ってたらおかしいんですよ、うん、だって段階が違うんだから、うん、全員、うん、30人いたら30人、それを揃えようとしてること自体が不具合でしょ、うんね、でそれで良かったのはとにかく、うん、なんとなく集団で就職して少し歯車な、もう言い方をやまくしますけど、うん、少し歯車な仕事が多かった時は良かったんですけど、うんうん、残念なことに、うん、ロボットと AI に変わりますと、はいね、はい、あのもう変わり始めてるじゃないですか変わってます ね、もう補助ロボットいっぱい出てきてるし、はいね、重労働は結構ロボットが、ね、出てきちゃったんで、うん、もういいんじゃないですかと、人間次の螺旋階段じゃないけど次の進化に行けませんかっていうところなんですよ。だから教育もそれに合わせた、うんね、だそうって考える力じゃないですか、うん、はい、そうですね、一つは、うん、っていうような感じです。そうですね、なんか言いたいことありますか。そうです、うん、まあ、なんかあのちょっと絡むことなんですけど、あのずっと、ね、なんか、まあ、私があの英語勉強してるときにその勉強してるね、テキストとか書いてるあの先生がですね、その、まあ、作者の人、筆者の人が、まあ、なんか対談を他の英語学習者としてるのを、うん、なんかその動画をアップしてて、でそれ見たんですよね。でその英語の学習者はもう全然あの、まあ、それトイックっていう英語のテストですけど、それ全然ダメで、まあ、あの高校出てもうすぐ就職したんだ、大学行ってないって、で派遣社員みたいな、で IT 関係のなんかプログラミングだけしてる人なんだけど、あのなんかいや英語勉強しようと、会社で、まあ、一応あのこれだけ取ればなんか正社員になる資格がありますよみたいなんで言われた、800点だったかな、でパッとやろうって思ってでやり始めた時に、なんかその人はなんか、ね、英会話学校にまず申し込ん で1年間そこに通ってたみたいなんですけど、で、まあ、その3年ぐらい経ってなんか無事800点、最初はだから200点ぐらいしか取れないみたいな状態から、もうちゃんと普通にね一日中勉強してなんか800点みたいな取ってましたけど、まあ、最初その英会話学校に入って、で1年経った時に辞めたらしいんですよ。でなんで辞めたのかって言ったら、いやなんか一人で勉強したいからあえてそこで辞めましたって言ったんです。で、あ、多分そういう気持ちがあるからその英語力がすごい上がって800点とか取った、うんうん、なんかこう基本やっぱり人に、ね、学習するっていう力がそもそもないとなんかこう噛み合わないから、噛み合わない、実力は上がっていかないんだ。だその人はなんかすごいボーンって上がったのは、なんか一人でやんないとこれダメだなっていうのをなんか、うん、まあ知ってたのか、まあ、感じたんでしょうね。うん、だからそういう力が今の学校教育だとのなんか伸ばしにくいかなっていうふうには思いますけど。そうですね。そこを伸ばすにやっぱり大人が勉強してるっていうのが大事なのかもしれないですね。やっぱ学習者の視点が弱いんですよね、うん、そういう意味では、うん、学ぶこととか学習する側が何が必要なのかっていうか、その人が良かったらいいんでしょ、うん、先生どうでもいいんですよ、僕いつも言うけどね、うん、先生なんてどうでもいい、究極誰でもいいんですよ、その辺の酒飲んでお三段立っててもいいんですよ、ね、そうですね、上がればね、それ本当はだって学習することってそういうことだから、うんうんうん、だからその他人では犯せないんですよ、その領域は。本当の学びというのは、うんうんうん、誰かに本当の意味で教えてもらうことできないので、うんうんね、サポートはできてもないということですよね、うんうん、そういう感じですね。そうですね、もうそろそろやめろ的な時間ですか。そうですね、あ、ちょっとすごいオンタイム、はい、じゃあちょっとあのこれで今回 の、はい、あの第1部は山口先生と、坪越先生でした。ありがとうございました。